深谷ネギは埼玉県深谷市を中心とした地域で栽培されている根深ネギの総称である。深谷市はネギの生産量日本一の市であり、深谷ネギは全国的なネギのブランドとして定着している。深谷ネギは品種名ではなく深谷地方で栽培されたネギの総称である。根深ネギ、千磁群に属する。品種は多数存在する。 深谷市街で栽培されたネギも深谷ネギの名称で販売されている。そのため、深谷市では、少し贅沢深谷ネギというロゴマークと文字の商標登録し、深谷ネギのブランド力向上の取り組みを行っている。少し贅沢深谷ネギのロゴが入った深谷ネギは、太さ、形などが特に優れたものだけが厳選され、一部の高級スーパーに出荷されている。 深谷ネギの特徴は、繊維のきめが細かく柔らかいこと、糖度が高く甘いこと、白根の部分が長く、皮を剥くと白く美しいこと、などが挙げられる。特に、糖度は10から15度前後の糖度があると言われており、その糖度は、みかんなどの果物に匹敵する。冬の深谷ネギは特に甘いため、すき焼きに砂糖は入れないという人もいる。しかし、近年は、 産地の拡大により味や質にバラつきが出ていると言われている。深谷市では特に品質の良いものを生産している農家に深谷ネギの名称を許可したいと考えている。深谷ネギの歴史は明治時代に始まる。深谷市周辺は幕末から明治初期にかけて愛栽培が盛んであり、また三種の一大産地であった。特に養蚕は盛んで昭和初期には 高知の64%が桑畑であったという。深谷ネギは明治初期に愛の値が暴落したことをきっかけにして明治30年頃から新しい作物として本格的栽培が始まった。しかし深谷ネギは成長に応じて土を盛り上げる必要があるが、利根川流域の翼度は粘度が高く工作に体力が必要で深谷市南部に移り住んだ家もあったという。 大正初期、今度は、ネギ相場が暴落した。その際、八木村の農業指導者、渋沢次太郎は、深谷町の乾物問屋、英徳屋商店に依頼して、北海道、東北地方へ深谷ネギの商標をつけて出荷した。これが、深谷ネギの名称の始まりであると言われている。その後、 1929年の経済恐慌による喧嘩暴落を受け耕地の大規模な作物転換を図り、深谷ネギが大規模に生産されるようになったという。埼玉県北部では、かつて、利根川の氾濫がたびたび起こった。深谷市内にある西島、内ヶ島、千荒島などの島がつく地名は、かつて利根川の氾濫によって生じた微高地であると言われる。 しかし、幾度の氾濫によりこの地域には肥沃な土壌が形成された。この翼度は粘質が高く硬いのが特徴である。また、水はけが良く、ネギを育てるためには最適な土壌である。古代からこの地域では肥沃な土壌を用いて瓦づりが行われていた。深谷市における深谷ネギの中心的生産地は北部と中南部の二つに分かれている。 深谷市北部の深谷ネギは特に微味とされる。深谷市中南部もネギの産地であり、北部に匹敵する量のネギが栽培されている。旬である冬には深谷ネギ祭りが滝宮神社で開かれている。深谷市にはおネギのマーチという踊りがあり、JR 高崎線深谷駅の発車メロディになっている。また、2014年に市役所の市長への手紙に、 初音ミクはネギを持っているキャラクターなので、初音ミクの持っているネギを深谷ネギと公認してはいかがでしょうかという内容が寄せられ、市がクリプトンフューチャーメディアに紹介したが、公認は困難との回答であったと、市役所ウェブサイトにて公開されたことがある。コミミクチコミ、グルメ、深谷ネギをブランドに、朝日新聞2007年9月7日、ぐるっと首都圏食べる、つながる、埼玉、 深谷深谷ネギ、豪快な一本焼き好評甘みとうまみ、口いっぱい、毎日新聞長官2018年2月19日、初音ミクを生かした深谷市の活性化について、深谷市ウェブサイト、ありがとうございます。